はい、どうも、ゆたです。こんにちは。本日は、ちょっとエビス先とね、来ています。はい、エビスは、エビス東に来てます。西と東あるんですけど、今日は東をちょっと走ろうと思ってて、月曜日、マンデーチャレンジっていう、月曜日は19,500円とかで、1万ぐらいかなで走り放題で計測器1000円っていう感じで1万1000円ぐらいで走れるんですよね。一般でも会員走行じゃなくて、はい。で恵比寿東は車で走ったことないです。でバイクで走行会で2回2年連続で去年と一昨年と来てるんですけど、今回はちょっと車で走っていこうかなと。なんでまあコース形態は正直分かってます。車で初めて走りますけど、まあバイクで走ってるんで、まあどんなもんかっていうのは分かってます。あとはまあバイクと速度域も違うし、あとはまあギアの選択とかあんまり周回したくないんで、まあそこはちょっとある程度計算しておいて、来てますんで、まあ走り方は、まあ、そうだね、大体頭にあって、あとギアの選択ですね。ホームストレートでまあ5速に入るのかとか、4速引っ張っていくか、あと最終コーナーを3速で立ち上がるか、4速で立ち上がるか。結構上りがすごいんで、恵比寿は最終コーナーがね、とてつもない上りなんで、バイクなんかほんと加速しないんで、そこでね、シフトするっていうのは結構なんかロスになりそうな気はするんで、それだったらまあ、トルクの美味しいところから4速で立ち上がってとか、スローイン、ファーストアウトでね、あんま突っ込みすぎないでっていうのもいろいろ考えたり、で各ヘアピンは、3速で行きます。で、あとは、裏っていうか、まあ、ストレート下りがあるんですが、あそこ4速なのか、5速入っちゃうのか、まあ、4速だろうね。で、あとは、最終コーナー下りに向けての高速コーナーか、右コーナー。あそこも5入るのか、とか。まあ、多分5入んない4でいけるとは思うんですけど、そんな感じで、はい。で、結構、まあ、上りもそうなんですけど、下り、上りがあるってことは結構下りもあって、多分ね、リアがふらつく気がするんですよ。なんで、ブレーキあんまりかけすぎて、こう、フロントヘビーな状態を車作ってしまうと、アンダーできついのと、あとはリアもナーバスになるんで、余計にちょっと乱れそうだなって、ブレーキも結構大事なのかなとか、予想してたりとか、いろいろあります。なんで、下りのその減衰、ディアの減衰を伸びを合わせるのがいいのかなとか思ってたりはするんで、うん、そんな感じでちょっと研究してきたんで、そうですね。そんな感じでちょっと走っていきたいんですけど、で、9時からなんですけど、ゲートオープンも9時なんですよ。やばくないですか？だからまあ、ゲートの外でね、広いとこあるんで、そこで今もう車準備全部終わらして、あともう走るだけっていう感じではあるんで、ちょっともう入場したらすぐ走行してね、ちょっとそわそわするんですけど、はい。そんな感じです。うん。そんな感じだね。なんでちょっととりあえず、走っていこうかなと、思います。ですね、ちょっと、減り方がね、裏組みして、こっちが、こっち、車体の内側にあったんですけど、内側ばっかり減るんですよ、半分よりこっちが。で、こっち側が結構ね、溝残ってるんで、裏組みして、こっちが内側だったの、こっち内側にして、こっちばっかり、この辺ばっか減るんで、こっちみたいに。ちょっと寿命を伸ばす、裏組みをしてきました。もったいないんで。ほら、こんな感じで、こっちは結構減ってるんですけど、同じ場所、こっち見たらバリ溝でしょ？こっちしか逆に減らないんで、
結構まだ持つような予感がしてます。まあでもこの辺が一番減るんでね、あれなんですけど、はい、延命処置です。こっちの方が分かりやすいかな、溝がもうこんなに違う。いやー、なんかすごいラフな感じだね、恵比寿は。もう受付名前書いて、じゃああともう走ってくださいみたいな。コースインももう自由、フリー、やりたい放題で、9時オープンでやっぱ時間がないんで、外で準備したとはいえ今もう9時45分なんで、結構厳しいっすね時間。ちょっとバタバタしちゃって気持ちが全然落ち着かないままアタックするんで。で今フロントの別端、車庫長の別端のあれがちょっとね、ホイールに当たりそうなぐらいちょっとこう傾いてたんで、それも直してとかやって、いろいろちょっと気持ちを整えるのに時間がかかります。よし、 OK だね。ああ、ちょっと緊張するね、やっぱり。よいしょ。あ、貸し切りです、貸し切り。
本目走ってみて、まずね、怖い。リコーラーっていうのかな。ちょっと、マジ、花粉が鼻声でやばい。田舎の花粉きついだね、ほんまに。1コーナーもね、まずね、収束で多分173ぐらい出てるんで、そっから50メーター看板ぐらいから一気にフルブレーキしていくんで、ただ上りなんでね、結構ブレーキ効くんですよ、想像より。だからちょっと感覚麻痺っちゃうんですけど、一応50メーター看板ぐらいから止まれるんで、で、1コーナー行って、で、次の S 字みたいな2コーナーがあるんですけど、まあ、一発目はちょっとね、余力残しで。で、次、下りでガーッと加速したいんで、そこで踏んでいくんですけど、ちょっとね、結構、序盤から踏み切るのはきつい。ちょっとパーシャルからもういけるなってなってからじゃないと、前回はちょっときついっすね。あれ、飛び散るっすね。で、その次も多分50メーター看板ぐらいからやってるんですけど、ちょっとそれだとやっぱ突っ込みすぎなんですよね。ノーズが、うまく入っていかないんで、多分突っ込みすぎてるんで、次そこ改善したいのと、で、結構遠赤はフラットなんで、もうがっつり使ってください。距離短縮した方が絶対早いです。で、立ち上がって、その次の4コーナーか、便所コーナーってところで、はね、上りで、コーナーだけ平坦になってて、道が見えないですよね。ブレーキングポイントの、印がなくて、右に遠赤見えてくるんで、そのぐらいからまあブレーキして、いきなりパッと現れるんで、で、そこからパッとブレーキして、まあ、あと、そのベンチコーナーの遠赤 もがっつり使った方がいいです。で、その次が高速コーナー右の。あそこがね、そこもだいぶスピード乗るんで、そこの進入、と、あとその次の最終の進入なんですけど、ちょっと慣れてきて、その右高速コーナーがまあまあ速度乗るようになってきたら、今度突っ込みすぎになっちゃって、結構ね、スピードがオーバースピードですごいアンダーになっちゃってて、クリップにつけてなくて、結構アンダーで苦しい状況。で、結構2秒切れるペースで走ってたんですけど、そこでね、ちょっと最後ミスって、コンマ3ぐらいは更新してたんですけど、そこでミスっちゃって、ちょっと1秒今入らなかったんですけど、最終は本当に、まあ、丁寧に。ただ、高速コーナーもちょっと頑張らないと、タイムやっぱ出ないって、頑張ってその後きっちり止めて、丁寧に。我慢してノーズ入れる。で、意外と最終コーナーずっと回ってるんで、意外と旋回はきついです。しっかり、もう、クリップ手前ぐらいから、外荷重がっつりかけてあげないと、アンダーとかで多分吹き飛ぶ、手アンダーとかで多分外刺さります。がっつり荷重乗っけて、ぐっと、クリップさせた方がいいですね。そんな感じで。で、ギアは、うん、見てもらえればわかるんですけど、まあ、そんな感じで走ってます。はい。そんな感じで。でね、あ、タイムが、一発目初見が3秒5ぐらい ?7 ぐらい。で、次は2秒7。次が2秒2。で、最後1秒出そうだった時にミスっちゃって、2秒2、そこも。1秒8とか9ぐらい多分入りそうだったんですけど。1秒台は、1本目はお預けでしたね。で、つくば2000の、1、2秒落ちぐらいって言ってるって、1、2秒ってね、結構ありますけど、1.5 にしときますか。間を取って。だから、まあ、0秒台入ってるポテンシャルなんで、仮にま、0秒8ぐらいだとして、1秒8、あ、ちょうどやっぱそのぐらいだね。1秒8ぐらい、1秒台後半は多分入りそうなんで、踏ん切りする車両なんかは多分1秒、フラットとか0秒入っちゃうじゃないですかね、ビスだと。はい。そんな感じで、ちょっともう自由なんでね、コースインが、もう自分のタイミングでいけるんで、ちょっとどうしようかなと思って。あんまりあれしても気温が上がってくるし、路面温度上がってくるし、ちょっと曇った、すごい雲があるタイミングで行こうかな、次。
今ちょうど太陽出ちゃってるんで、はい、そんな感じで、そうだね。で、意外とね、リア、そう、ちょっとね、ブレーキ、強バイトの時のブレーキフィーリングがね、ちょっと、なんかおかしいな、みたいな時は一瞬あったんですけど、あ、もしかしたら、リアがロックしたのかな、分かったけど、で、一応、リアもすごいかなり安定してるんで、ちょっと、減衰を、ちょっと伸びる方を、ふらつく方向、旋回方向に、ちょっと、戻して、やってみます、次は。他はいじらないです。で、空気圧もね、冷感から、まあ、各コンマ5ずつぐらいで、こう、いじって、ちょうど、音感、ないやつ、いいところ、ちょうど走行後測ったら全部、結構揃ってたんで、まあ、狙い通りかなっていう感じですね。まあ、この辺のデータは、毎回毎回冷感で合わせて取ってるんで、まあ、もう大体、空気圧は、もう一発で合わせられるかなって感じになってきます。まあ、内圧は、ちょっと、美味しいところはあるし、ちょっとこれはね、内緒です。はい。そんな感じで、今貸し切りだったんだけど、なんだろうね、あれ、あ、MRS かな。1台来たね。次走って、1秒出して帰りますか。はい。そんな感じです。1ヒート目ね、ちょっと、まあ、もう今シーズン終わりでタイヤ、あれだなと思って4本アタックしちゃったんですけど、2ヒート目は、まあ、3本に抑えて、で、一応こちら、1分1秒741という数字です。まあ、つくばから1、2秒落ちって言われてるらしいので、まあ、1分切るか、0秒前半ぐらい、あ、0秒真ん中ぐらいと同じようなタイムってことですかね。うん、はい。なんで、まあ、とりあえず目標はね、まあ、走った感じ1秒入れればなっていう感じ。で、まだもう少し改善点があるんで、1秒真ん中前半はね、まだ入るかなっていう感じです。はい。そんな感じでしたね。うん。ベンチョコーナーがそこそこうまくいったかな。で、3コーナーかな、一番下ったとこの右ヘアピンか。あそこがね、下りなんでね、やっぱり。結構ね、多分フロントヘビーでね、前荷重すごい残りすぎちゃってて、アンダーだったかなっていう感じか。もしくは、ちょっとね、ブレーキのリリースが今思うとちょっと雑だったかなーっていう、あんま前荷重すぎるなっていうので、ちょっとクリップ前ぐらいからもう
ブレーキ離したりとかしてたんですけど、ただ、それでもちょっとアンダーになっちゃってたんで、ちょっとリリースが雑だったのかとか、ちょっと、荷重の移動がうまくできてなかったのかなとかも思うんですけど、はい。あとは、ま、最終コーナーもちょっと我慢が必要なんで苦手でしたね。ちょっと。はい。1コーナーも結局ちょっとね、我慢できず膨らんじゃったりとかもあったりしたんで、便所コーナーぐらいですかね。そこそこうまくいったのは。その他はまだ課題があるっていうことで、もうちょっといけそうです。はい。そんな感じですね。あとは富士スピードウェイちょっと走りたいので、なんとか残りのあの残りカスの050で、しかもやっぱこの溝でね、やっぱ1秒台エビス、まあ1秒この車だったら1秒もちろん入れたもんですけど、まあ減ってもね、なんかそこそこグリップするような感じはするなっていう思います。はい、そんな感じで、はい、タイヤの減り具合、やっぱ左に履くと一瞬でなくなるね。これ右に履いてた結構溝あったやつなんですけど、こっちの方が溝なかったのに左に履いただけでもうこんなに減って、こんな感じです。結構やっぱ多分ここが今回減ったとこだね。前回こっちが減ってたとこ、次こっちに減るようになったんで、右側はまあ綺麗に、タイヤカスもなんか綺麗だね。やっぱりあんまり今日ねこじった運転してないんで、はい、あと1回ぐらいかな走れんの。ね、近くに美味しいソースカツ丼とかあって、めちゃくちゃね分厚くて美味しいんですけど、近くにね温泉とかもあるし、ただちょっと今日一人で来てるしね、なんか車を洗車したいから横浜帰ってちょっといろいろやるかな。あとちょっと白煙もちょっとあるような気がしたんだよね、ミラー見ると。ちょっと添加剤入れてるから、今回そういう燃料添加剤ね、そういうのもちょっと関係してんのかなみたいな思ったり思わなかったり、はい、そんな感じです。そのぐらいかな。はい、そんな感じで、じゃあ無事に1秒台入ったんで、はい、恵比寿は以上です。